キュウリを早くダメにする病気3選対策を紹介いたします。キュウリの栽培は栽培終盤になると病気が発生します。この病気をいかに予防するかが大切です。キュウリが感染しやすい病気を3つご紹介します。1つ目モザイク病、アブラムシが原因で感染します。葉を適応したりアブラムシを撃退するようにしましょう。2つ目ベト病です。カビが原因の病気です。治ることはありませんので蔓延しないように葉をカットしたり週1回重曹水をかけるようにしてください。3つ目うどんこ病です。徐々に上まで蔓延していきますので葉をカットしたり重曹水を定期的に散布しましょう。3つの病気を予防してキュウリを長く収穫しましょう。またね。